画をご視聴の皆さん、こんにちは。昭和女子大学グローバルビジネス学部ビジネスデザイン学科4年の鈴木亜美と申します。今回はですね、この動画を通じて昭和女子大学の学校内を疑似的に見学してもらおうというバーチャルオープンキャンパスという、動画を制作させていただきました。コロナウイルスの関係でですね、当学校に見学だったりオープンキャンパスが実施が難しくなっている関係で、学校をちょっと見学したくてもできないよっていう学生さんたちが数多くいらっしゃるかなと思いまして、そういった方々の気持ちに少しでも添える、機会が提供できればと思い、この動画を制作させていただきました。不慣れな説明ではなりますが、この後お流しする動画でですね、ビジネスデザイン学科の生徒が普段利用している施設などの説明を簡単にさせていただきましたので、ぜひご覧いただければと思います。では実際に学校内の、風景をお流しさせていただきますので、ぜひご覧ください。はい、では実際に学校内に入っていきたいと思います。今回はこの正門を利用してですね、入っていきたいと思います。正門入ってすぐですね、守衛さんに必ず学生は学生証を提示しなければ中に入ることができません。今みたいな形で見せてやっと中に入ることができます。なのでもうセキュリティに関してはですね、バッチリでございます。守衛さんがいつも学校の安全を守ってくださってるんですね。奥に進んでいきますと、奥側に見える施設ですね、こちらが瞳記念講堂といいまして、卒業式だったり入学式の学校の行事だったりだとか講演会を行う際に利用することが多いです。結構ライブとかもやっているので、もしかしたら足を運んだ方もいらっしゃるかもしれないですね。入って奥に入って、右手の方に見えるのが図書館ですね。図書館は、大量に資料や、本なども所蔵している上にですね、パソコンなどフリーワークスペースなどもしっかりと充実している、施設になっているので、学生非常に利用することが多い施設になってますね。私個人的にも課題などする際はほとんど図書室を利用していることが多いです。はい、だんだんこう塔も見えてきまして、私たちがですね基本、拠点として使っている塔が8号館といいまして、私今回その8号館について主に説明していきたいと思います。はい、じゃあここが8号館ですね。じゃあ実際に中に入っていきたいと思います。入って目の前のこのエレベーターですね、使って上に上がっていきたいと思います。ちょっと今回ですね、4階のフロアだけちょっとカットさせていただいておりますが、4階は教室があるフロアになっています。最初2階から行っていきたいと思います。2階ですね、ここにロッカーがありまして、ロッカー学生1人1つ利用することができます。重たい教科書とかもここに預けることができるので、登下校の際非常に便利です。すごい魅力だと思いますね。はい、教室ですね。教室1個こうピックアップしてみました。すごく広々としていて、基本この作りになってるんですが、誰でも授業を受けやすいような環境にできています。はい、2階には他にいくつか教室があるようなフロアになっていますね。次3階に上がっていきたいと思います。3階は目の前に学生ラウンジがまずありますね。こちらが学生ラウンジです。フリーワークスペースになっていて、お昼ご飯をみんなで食べたりだとか、こう1人で課題とかをやるときには横にあるような1人で座れるような机を利用することもあります。そこにはゼミの関連の掲示もされていたりしますね。はい、ここ奥に進んでいくと教授室があります。教授室はですね、学科のことでこう不安なことだったり悩みがあったりだとか、質問がある際とかにここに駐在している助手さんだったり、教授方にこうご相談させていただくことがあります。で次ですね、5階に上がっていきたいと思います。5階は1つピックアップして、この 5L44 という教室を説明させていただきます。 5L44 はですね、ちょっと他の教室と違って広めな作りになっていますね。例えばこう大人数での授業を受けたりだったりだとか、こう学年で集まったりだとかする際に利用することが多い教室になっています。
広々としていて、勾配もしっかりあるので後ろの方に座っても誰でもしっかり授業を受けれるような設計になっています。はい、では次はですね、もう一回上のフロアに上がって6階ですね、出て目の前には同じようにフリーワークスペースがありまして、こちらの教室ですね、コスモスホールと言います。コスモスホールはですね、大人数の、授業の他に講演会だったりだとか、学科でこう集まったりする際とかにもですね、利用することが多々ある教室になっていますね。でこちらのコスモスホールを出まして反対側の方に進んでいきます。反対側の方に進んでいきますと、こちらがコンピュータールームがあるフロアになっています。コンピュータールームはですね、コンピュータを利用して受講する授業だったりをこちらで受講することが多いです。あとは、自習室も一応完備されているので、こちらでこうレポートの課題だったりだとか、パソコンを使った課題とか、授業の資料を閲覧する際に個人的にも利用することができますね。はい、最後になんですけれども、この8号館の1階にある学生ホールについてちょっと説明しますね。学生ホールはこういった形で広々としたフリースペースになっていて、誰でも利用することができます。お昼ご飯食べたりだとか、みんなでこう休み時間を過ごしたりすることができます。ミーティングとかにも私は使ったりしますね。で、ちょっとここには載せられなかったんですけれども、ここのフロアにある施設はこういった形になります。施設充実していて、学生生活が送りやすいようにできております。最近リニューアルしてすごく綺麗になりました。はい、というわけでですね、駆け足にはなりますが、学校内をざっくり説明させていただきました。私たち、ビジネスデザイン学科の学生はですね、先ほど説明した8号館を主に利用して、学校内を回っている形になります。でですね、最初に説明した正門なんですけれども、実はですね、ビジネスの学生は西門というもう一つの、入り口がございまして、そちらの方から入っています。こちらに載せているのが西門になります。西門なんですけれども、そちらの方から入るとですね、ビジネスが主に利用している8号館に関しては、西門からその8号館までは、もう本当徒歩歩いて1分2分ぐらいで行ける感じになります。ちょっと、基本個性門が一番大きな入り口にはなるので、今回はそちらの方を使って説明させていただいたんですけれども、基本は、ビジネスの学生はですね、そちらの西門を利用しているので、非常にその登下校に関してもスムーズに出入りすることができるのは、また魅力の一つかなというふうに思っております。こちらで動画は以上になります。ここまでですね、不慣れな説明でしたが、こちらの動画ご視聴していただいた皆様大変ありがとうございます。ちょっとコロナウイルスとかでてんやわんやしている毎日ですが、ぜひ皆さん体調にはくれぐれもお気をつけくださいませ。元気な姿で大学でお会いできるのを楽しみにしています。ではご視聴ありがとうございました。